膝の上のパートナー、キキヨンユアラップ5回目です。だんだんと物語も進んできて、複雑な人間関係、もとい猫関係もね、いろいろ進んできましたが、今回もこんなスケジュールを組みつつやっていこう。これでいいかしら。もう10月になっちゃいますね。早いな、秋だな。さあ、ミミちゃんどうなるか。あのカイムくんがね、やっぱ気になりますよね。あのイケメン猫、あの子をちょっとどうにかしてあげたいんですけどもね。さあ、あ、ミミちゃんかわいい。寝てんのかな。どうした。あれ、寝てんじゃないのか。違う、またなんか体調不良かな。様子がおかしい。猫のまんまじゃ具合も聞けないし、高坂先生に見てもらおう。今日は忙しいからいいやいいやってのは違いますよね。あ、じゃあジュリさんのとこね、獣医の先生に見てもらいましょうか。なんだろう、体調悪いのかな。大丈夫か、ミミちゃん、いきなりちょっとあらあら、あ、出た風ね。この今流行ってるみたいなのよ。風邪か。そっか、前の時はね、成長痛みたいな。成長痛とも違うから。昨日もね、風邪なんだね。小林くんがレナを連れてきたし。小林、やっぱり同じ風邪だったわ。レナちゃんも風邪ひくんだレナちゃん前回ね、人状態で出てきましたからね。小林のやつ相変わらず調子いい。そうそう、この風邪はね、かなり熱が上がるみたいなの。ちょっと心配だな。大丈夫かな。でも心配ないわ、注射しておけば。注射か。打ちますよ。美人女医に注射を打たれる猫耳少女っていう、もうよくわかんないシチュエーションが属性モリモリですね、今回も。あ、にゃ、大丈夫かな。じっとして。怖いよね、注射ね。俺だって怖いんだから。あー、ちょっと暴れちゃって。ミミちゃん、あら、注射が怖いの。うん、これが人間ならこのくらいの注射は怖がったりしないけど俺怖いっつっちゃったけど、怖がっちゃうんだけど俺は未だに。そうかな、俺も子供の頃は注射がこう怖がらなかったわよね。あれ、なんか言いくるめられて、はい、そうでした。まあそうだね、ご主人様が注射怖がってたら不安になっちゃうもんね。ミミちゃん、はい、済みました。あ、早いいい子ね。さすがやっぱ腕がいいんですね、この方は。にゃーにゃー、これで良くなってくれるといいんだけど。あ、でもね、注射はしたけど、うん、大事にしてあげないと治らないわよ。ちゃんと安静にさせて愛情を注いでね。愛情を注ぐ、いや、まあそこが一番大事ですよね。それじゃ、また何でも相談に来てね。ありがとうございます、助かりました。いや、でも風邪ひいちゃったか。ミミちゃん、熱出るって言ってましたね。人での高熱なのか。あ、でも元気そうだよミミちゃん、ご主人様、やっほー。こら、ちゃんと挨拶をしなさい。でも早くご主人様と遊びたかったんだということでどうしようか。それじゃあお話しようかね。ダメだったお話聞こうかね。でもかなりもう人常識もね、いいペースですよ。なるべくこうストレスをね、与えないのがいいんだろうな。トランプ、はい。さあさあさあ、どうでしょうか。こんな感じで、ミミちゃんもう良くなったね。すぐ良くなったね。うん、あ、そんなことなかったまだちょっと辛そうだな。ぷにゃー、大丈夫か。高坂先生が言った通り高熱が出てきた。ちょっとあらあら、かわいそうにミミちゃん、大丈夫か。仕方ない、今日は一日看病だ。そうだね、ずっと一緒にいてあげましょう。これは夜、うん、ミミ起き上がって大丈夫なのか。ずいぶん楽になったの。人間の格好になれるし。人間の格好に、人間の格好になるのはやっぱ疲れるんだね。体力使うんだろうな。うん、どれどれ、熱は引いたみたいだ。主人様、ありがとう。私、もう大丈夫だと思う。おー、よかった。当たり前だろう。ほら、かゆができたところだよ。おかゆ、猫っておかゆでいいのかな。
まあ今人状態だからね。あ、かわいい。で逆にあんされちゃってるしね。ご主人様は別に食べなくていいんだよ、おかゆ元気だから。じゃあ今度は私がご主人様に食べさせてあげるな。お互いに食べさせ合っちゃって、もうこれ出来上がっちゃってんだ完全に。はい、あーして、イチャイチャニャンニャンしちゃっておりますね。あーんつってご主人様も。次は私に食べるかな。あー、もうこのイチャイチャができるなら、もうね十分元気ですよ、ミミちゃん。よかった、元気なミミちゃんが一番ですからね。うん、そうだな。じゃあこういう便、あー、これ大丈夫かな、これでいこう。これでいいかしら。はい、疲れちゃうから大丈夫かな。あれ、バット、バット、バットが多いぞ。大丈夫か。でもこの数値が上がっていくのを見るのはね、やっぱすごい楽しいですよね。いや、プリズムコードの時もそうだったけど、あ、お昼寝してる。かわいいな。さて、夜再びコミュニケーションモードですね。それじゃあ、うん、ご主人様、食欲の秋、それとも恋の秋。あらあら、おませさん、この子ったら。そんなこと言っちゃって、お買い物しようか、なんか買ってあげようかね。かわー、幸運のペンダント買ってあげたいけど、ご主人様お金がないだろうか。リップクリーム買ってあげるね。嫌だよね、お金持ってないご主人様ね。ほんとご主人様の方が人常識がもうないよ。はい、お、人常識700超えるか。おお、いったね、トランプ。はい、いい感じじゃないでしょうか。もうすっかり元気ですね。うん、さあさあさあ、どうしようかな。これだけマイナスにしてちょっと余裕を持ちつつ、はい、いきましょう。アップダウン、アップダウンで進んでおりますけど、私コーヒーがね好きなんですけども、いきなりコーヒーの話題ですけど、コーヒーで、コピルワクっていうコーヒーがありまして、そのねコーヒー豆っていうのが美味しさの分別っていうのが難しいようで、その分別法、コーヒーの豆の選出方法っていうのが、猫に食べさせて、その猫の糞からね未消化の豆を取り出すっていう方法でコーヒー豆を選出してるんですよ。本当にこれ実際にそういうのがあって、今現在もあって、かなりのね高級品なんですよ。でも、味の好みが分かれるみたいな、そんなん見ましたけどね。これをいつか飲んでみたいななんて思ってましたけど、でも猫の糞から取り出すってのはさすがに、それを飲むのは抵抗があるなって思ってたけど、やっぱこのゲームを始めてからというものですね、ミミちゃんだったらいいなっていうね。なんかそれもマニアックな性癖だな。これでいいかしら。うん。いやでも実際問題、ミミちゃんのそのトイレ事情っていうのはどうなってるのかな。猫トイレってありますもんね。猫トイレで、まあ、いっかその話は。それもまたマニアックな性癖になってきちゃうから。ミミちゃんのトイレの話はいいんだよ、その辺はもうね。え、コーヒー好きな方はぜひコピルワークね、ちょっと飲んでみてください。猫の糞から作る、選出するコーヒー豆でございます。あとどうしようかな。なんかあんまりスケジュール入れちゃうと疲れちゃうかなっていう不安があるんだけど、でもやっぱ猫を入れておきたいな。これでいいかしら。これでいいかしらでいきましょう。はい、さあさあどうだろうな。おかゆ食べてすっかり元気なミミちゃん。あ、またコミュニケーションモード、なかなかイベントが起こらないな。猫って甘みを感じないらしいですね。確か。確かでした。あ、ごめん。2回連続出ちゃった。確かで喋っちゃいけないけど、なんか甘み
は感じないみたいなのをなんかで見た気がするな。よし、お買い物行こうかね。ご主人様の所持金が、あ、アクセサリー買ってあげたいけど100円は持ってないだろうな。一応行ってみようか、アクセサリー。なあ、ダメだ、店員さん、お金が足りなかった。100円払えないご主人様ってどうなの。ごめんなさい、ミミちゃん、いつか買ってあげるから。おうおうおお。でもなんか猫のアクセサリーとか欲しくなってきたな。俺はその鳥がすごい好きだったんですけども。もうすぐ小林かよ。小林はいいよ。大学祭ってのがあんだ。文化祭みたいなことかな。なんだこいつ、遠い目をして。実はな、うん、俺ジュリさんを招待しようと思ってるんだよ。お、ジュリさん、そういえばね、小林好きって言ってたもんね。こいつ本気でジュリさんに惚れているのか。来てくれるかな、ジュリさん。どうだろうね。あ、終わっちゃった。来てくれるかどうかわかんないけど、毎回ステータス画面にはジュリさん出てくるよ。これでいいかしらみたいなことは毎回言ってくるからね。割とこうなんかレギュラーな感じはあるんだけど、ジュリさん。ご主人様、お帰りなさい。ねえねえ。はい。なんか言いたそうだね。ねえ、ご主人様。なになに。ご主人様の学校でそろそろ学園祭なんだよね。やっぱもうその話題がもう行き届いてるんですね。さすが猫だけに情報が早い。うん、猫だけに言ってわかんないけど、適当なものだって言ってる。そっか、それで知ったんだね。それでどうしろって言うんだい。ふにゃー、私も行ってみたい。言うと思ったにゃ。どうしようかな。おいで、許さん。なんでだよ。許さんことはないでしょう。いや、これはぜひおいで。わかった、当日は一緒に連れて行ってあげるにゃん。ふにゃー。お、学園祭レポですよ、これは。うん、星の丘学園思い出しますね。再びコミュニケーションモード。そうだな、それじゃあトランクしようかね。グルーミー、ああ買い物にしちゃった。買い物でもいいか。ああでもお金がないからな、リップクリームばっか買ってあげる。それじゃあどうしようかな。テレビ、猫じゃらし、おしゃべり、はい、いい感じで、ミミちゃんは猫トイレは人状態で、なんでもない。だからマニアックな性癖がいいっつんだよ。それじゃあステータスは現在わけないってことなんで、猫で入れておこう。これはい、これでいきましょうね。おっと、これまたイベントの気配ですよ。何かな、小林の気配。ん、違うな、今日は成績発表の日だ。教務部に受け取りに行かなきゃ。成績発表。お、小林、なんか衣装変わったな、お前。成績ひでえな。え、成績ひでえか、マジか。小林、勝手に覗くな。お前今まで一体何やってたんだよ。こりゃ進級は無理だ。進級無理、あれ、これちょっと大丈夫か。だから学力上げとかなきゃダメなんだよ、きっと。これそこまで言う。まあそこまでダメなら諦めもつくだろ。ちょっとこれバッドエンドいっちゃわない。留年エンドはまずくないか。クソバカにしやがって。あ、終わっちゃった。ちょっと待って、学力か。だからこういうところに影響してくるのかな。しまったなって言ってたら、ガッタ大学祭ですね。大学祭が高田大学っつうんだ。こう小林を追え、相変わらず祭りが似合う男め。ありがとう。なんたって今日はめでたいぞ。ね、なんかすごい綺麗な場所ですね。大学祭がめでたいとは。おい、ひょっとして本当に高山先生が来るんじゃ。その通り。本当に誘ったのか。どうだ、午後から来るって言ってたからな。うん、見てろよ。見てろよってなんだよ、別に見るほどのもんじゃ。楽しい大学祭と俺のこの洗練されたエスコートで、うん、
大人の女のハートをゲットだゲットだって言ってるやつは大人のハートをゲットできないんだよ小林よ。来るよ、絶対に来る来ないんじゃない、すっぽかされんじゃないの小林。大丈夫かな。分かった分かった、空振りしないように祈ってるよ。それより、うん、友果をほっといていいのか。友果ちゃん、それに誰だその子。あ、でもミミちゃん一緒に来てるんだよね。そうだよね。でもそっか、この人状態で小林と会うの初めてか、ミミちゃん。なんか、ああこの子ね、実は、俺のいとこだよ、俺の彼女だよ。ともかちゃんの話した後にこの選択していいのか分かんないけど、でも言ってやりたいね。俺の彼女だよ、聞いて驚け、俺のプッシュキャップ彼女だよ。イエーイ、ひょひょひょー、どういうリアクションだよ小林よ。かわいいよなお前実はどうでもいいと思ってるな。そっか、じゃあさ、ちょっと面白いイベントに参加する気はないかい。面白いイベント、何何。ミスコンみたいなことは。私ミミちゃん。ミミちゃんだよこの子は。面白い名前面白くはないけど、まあいいや、イベントとは俺のこと。何何、なんだこの派手なチラシは。何何、ね、輝け第1回全国女子校制服コンテスト何マンカマニアックなことやってんなこの学校、大丈夫か。ああユニフォーム研究会。ユニフォーム研究会ってのがあるんだ、ユニ研があるんだ。映画研究会公演の英検も関わってんのかい。ユニフォーム研究会が集めたものを自由に選んできていいし、ほう、自前でも OK。 自前、なんと優勝商品は、じゃあ本当ミスコンだこれ。優勝商品は今年うちが撮る映画の主役に抜擢。おお、すごいじゃん。さらに副賞は豪華クリスマスディナーにペアでご招待。おお、結構気張ったんだ。どうだ、司会は俺がやるんだ。お前司会か、そっか。いや、私それ出る。食いついたよミミちゃん。ミミちゃん美少女だからね。だって普段今日の最後の出場者は、このままでもね、なんか衣装着てるみたいな感じだもんねミミちゃんはね。独自のアイテムに制服をプラス。独自のアイテム、ニューモードで挑戦。うん、それ独自のアイテムだよね。どうぞ。自前だもんね猫耳は取れないからね。おーこれはあざといけどサムネ決定うわ、セーラー服猫耳来たか。これはすごいな、アイドルだな。なんかマイク持ってるしな。で、ご主人様言うなよ舞台から荒れるわ舞台が。そんなに手を振らなくても見てるよ、あー恥ずかしいでもキラッキラ輝いて、いやこれ優勝いったでしょ、かわいいミミちゃん。さてここで特技を披露していただきましょう。何特技、何をやってくれるのかな。なになに、何すんの。はーい、あ、私歌います。歌います。耳のやついつの間にこんな特技を。オープニングの曲だ。あ、すごい、なんかバンドアレンジみたいな。あ、すげえかっこいい。なんか学園祭みたいな感じ。ここのオープニング曲熱いな、いいな。すごい歌上手じゃん。おお、すごいやっぱいいな、学園祭といえばそうだよね、バンドで歌だよね本当星の丘を思い出すな。さてコンテスト結果発表です。結果発表、これいったでしょう。第3位は土手前商業高校の生徒で東京音頭を踊ってくれたユミコちゃん。ユミコちゃん結構なことしてんな、東京音頭踊っちゃった第2位は、第2位、アレンジ制服に美声を披露してくれた、うん、ミミちゃん。そっか2位か、2位だったか。そして優勝は誰だ。第1位は、優勝は誰だ。三つ葉女学院の制服を着て、なんと制服姿のまま三つ葉女学院ジャズダンスを披露してくれたゆうこちゃん誰だジャズダンス、ゆうこちゃん。え、ゆうこちゃんっていたっけ。ゆうこちゃん、いや、ゆうこちゃんはいないよね。誰だ誰かわかんない。あ、みみちゃんなんか新しい衣装、冬服、暑いのか寒いのかわかんない衣装着てんな。
あーちょっと優勝はできなかったけど、でもミミちゃんのね可愛い衣装と歌声聞けてよかった。あの謝ることなんてないよ、ああいうのは運だからね。でもでも私クリスマスディナー、あもしかしてこれも魅力ゲージをもっともっと上げておいたら、コンビニでアクセサリー買ってあげられたら優勝できたかもしれないじゃん。あーちくしょ、ユミコちゃんに負けてしまったか。元気出す。お？ねえご主人様、私可愛かった？それを聞くかい？全然。いやいやいや、ミミちゃん一番可愛かったよ。俺の中では優勝だよ。うにゃうにゃ、私ご主人様の言葉で元気が出る。そっか、それが一番だ。優勝はできなかったけど、でも楽しい学園祭イベントでしたね。そっか、ここでオープニング曲いいな。あ、なんだこれ、飲み会？夜の街ですよ。ねえ、これってね、もしかして…なになになに？てへってないよ。デートなの？あら、いひひデート？あ、そう、違う。ここはそうって言ってあげたいね。もうご主人さんもどんどん出れちゃうから。そうだよ。ふにゃーどうしたんだよ、ふにゃーわー、飛びつくな。全然恥ずかしそうじゃないけど、にゃはは言うてますけど、自分で言ったくせに。どうしよう。なんかね、でも夜の街を二人で歩いてデートっつっちゃったよ。これもいよいよ本格的に出れてんな。ご主人様がそれこそ恋人になる日ももう近いんじゃないのかい？やっぱ俺の中ではミミちゃんが優勝、間違いない優勝。この辺もあんまりねちょこちょこ考えずに選んじゃっておりますけども。はい、こんな感じでどうでしょうか。猫神様あんま出てこなくなりましたね。重要なシーンで出てくるのかな。でもエジプトでなんか猫の神様いまして、っていうかエジプト時代から猫って人となんかすごいもう仲良かったらしいですね。壁画とかにも猫が描かれてるらしいですよ。猫知識というかエジプト知識というか。はい、これでいいかしら。だからあのエジプトの神様は猫神様なのかもしれませんね、本当はね。もう11月になりましたね。さて、夜ミミ、あ、なんかあったかそうな服着てる。ふにゅーっつってるけど、ミミ、セーターかわいいな。え、なに、何の音？なんかすごい音した。あ、負けてる。ゲームでもしてたのか。猫パンチきた。かわいいな。ポカポカポカ、俺を叩くな。終わりかよ。なんで今のイチャラブイベントは。ほんとニャンニャンしちゃってるな。あれでもストレス結構溜まっちゃってる。どうしたどうした、疲れてんのか。今日はちょっとストレスをじゃあ減らすことをね。ああでももういい感じじゃないですか。はい、こんなんでどうでしょうか。うにゃうにゃうにゃ、どうなのかにゃ。アップダウンアップダウンで進んでいるけど、そうだな、パラメーターの方は猫かな。あ、ビールにしちゃった。ビールでいいか。あとでも勉強しといた方がいいのかな。これでいいかしら。困ったな、留年しちゃうかな。もう大体やっぱこういうゲームってそうですよね、基本的なパラメーターが平均なところまでいかないとやっぱバッドエンドいっちゃいますよね。
留年エンドみたいな。それはまずいよな。ねえご主人様、退屈だよ。遊ぼう。遊ぼう。よし遊ぼう。勉強中だからダメ。どうすっかな。いやご主人様留年しちゃいそうだからな。勉強したいんだけど、でもミミちゃんに言われたら断れないよ。遊ぼう。もうダメだ、留年だ。あ、でもこれだけ。いやじゃあ今のひょっとしたら断った方が良かったのかな。どうなのかな。ちょこちょこいろんなことしつつで、すごいもう元気ゲージが900超えてますからね。元気すぎるわ。カンストいくんじゃないのかなこれ。はい、ストレスゼロ、素晴らしいね。さあさあ今日もどんどん進めていきましょうね。ミミちゃん、ミミちゃん猫トイレは猫トイレはいいっすね。ちょっとこの辺変えてみようかな。バイト減らしてこういう、あーついてくるのか。節度、あーついてくる。節度にしようか。じゃこれでいこう。これでいいかしら。はい、ジュリさん。さあさあさあどうかな。お、でもかなりアップしてますね。イベントかな。あ、大学だよ。うわ、どうしたんだよその傷は。レナのやつ家出しちまったんだ。家出。レナちゃん、ちょっともう本当あの子はもうどうして。最近忙しくてあんまり構ってやれなかったから。あ、それは良くないな。ストレスが溜まってたらしいんだな。レナちゃん可愛かったんだよな。でも前回俺っ子だったからね。俺っ子猫っ子って何なんだろう。それでな、今朝大暴れしてそのままどっかに出て行っちゃった。そうなんだ。探さなくていいのか。いや、たとえ見つけたとしてもああなったレナは誰にも止められない。へえ、そんなに凶暴なんだ。おとなしく待つしかないのさ。そうか、大変だ。レナちゃんね、俺ちょっとともかちゃんの方が怖いんだけど。ともかちゃんビンタしてから出てきましたっけ。出てきてないような気がするんだけど、あの子どうなったのかな。大丈夫なのかな。あ、なんか BGM 変わった。ただいま。よー、おかえり。レナちゃん、あ、レナちゃんの立ち絵初めて見た。ジーパン破けてんだ。ダメージジーンズ、なんかほんとロック姉ちゃんみたいな衣装着てんのね。レナちゃんかっこいい。おしゃれだなこの子な。レナがね、家出してきちゃったんだって。家出しちゃダメだよ。そういうわけだから 2,3 日世話になるぜ。お、マジか。一緒に 2,3 日住むの。猫ハーレムだにゃ。小林に言わなくちゃ。あ、出ました。レナちゃんかわいいな、スタイルいいなこの子も。あ、レナ切ったな。正午に用ったってそうはいかないよ。俺が帰りたい時に帰るんだ。これは悪いけど、レナちゃんを最初に拾った場合はミミちゃんが小林のとこに行くんですかね。多分そうなるんだろうな。この流れてる BGM、レナちゃん BGM かな。多分そうだよな。お前がトロトロ食ってんのが悪いんだろ。レナちゃん食べられちゃったハンバーグ。レナのバカ。あ、この二人仲悪いんじゃないの。ん、酔ってんのか。なんでそんな。あらあら、ちょっとこれはもうキャットファイトですよこれは。大丈夫なんでしょうか。ああ、本当にこれ。いやでもいいなこの二人、可愛らしいな、キャットファイト。いいけどな、まだまだ俺には勝てないな。俺っ子かわいいな。レナちゃんはもうそんな喧嘩強い子なんだね。ご主人様。こりゃ疲れる。確かにな、元気っ子猫が2匹もいたんじゃね。あれ、コミュニケーションモード、あーあれ、ちょっとミミちゃん
発情してない？ちょっと表情が、あれどうした？うん。あ、俺もしかして行為の数値が900を超えたから、もうこんなこんなことになっちゃってんすかね？おいおい、子供ができちゃえ。レナちゃんがいる前でこの表情まずくねえか、大丈夫か、始まっちゃうよ。ああ、そっか、でももう高位が900超えてるってすげえな。はい、こんな感じでどう？すごいな、もうこんなに好感度上がっちゃって。でもレナちゃんがちょっと気になるな。あの子もね、ずっとうちにいるわけいかないからね。どうしようかな、こういうプラスにしておこうか、バイト減らしておこうか。あ、ついてくんのか、ついてくんのか。それじゃあ勉学は入れておきたいからこれでいいか。はい、はさささ、お、結構いい感じで学力アップしてますね。夜どうかな。夜じゃなかった、もう12月か。ただいま、あれ、ミミちゃんは？ああ、あいつならちょっと怒鳴ったらすぐ帰っちゃったよ。怒鳴ったって何したのよ、もう喧嘩ばっかだな。そやったら探しに行かなくちゃ。あんなやつほっとけよ。あれ、それより、おいおいおい、よせよ。はい、なんだよ。あんた、おあれを買わないよ。こんな誘惑が、レナちゃんからの誘惑。え、俺を買わないってすげえセリフだな、おい。どういうこっちゃ。あのな、あのチビ、どうもお前さんに愛想がつきかけてるみたいだぜ。え、そんなわけないでしょ、あんなデレッデレの発情メス猫。なんていう言い方は悪いけど、うん、まあ無理もないか、長いこと顔を付き合わせて。いや、これはね、カイム君と同じで引っ掛けてるパターンじゃないかな。秋も来るんだろうさ。ミミちゃんがご主人様に飽きるわけがない。レナちゃん、そんなことはない。そうかな、自慢じゃないけどさ、うん、俺ならちょっとささやきながらの俺は来るぞ。結構あんなガキなんかよりぞ、あら、とあっていい思いさせてやれるぜ。あ、もうそういうお店だ。これお金取られるやつだ。さあどうする。おいおい、猫の誘惑なんてプーコー、これこそプッシーキャット。これはまずいぞ。そんなことはできない。それもいいかもな。いや、これ下心に負けちゃいけないね。これはもうしっかりご主人様の愛を見せつけますよ。そんなことはできない。なんでだよ。ミミは俺の大切な、あ、笑われてる。なんだよ、何がおかしい。笑っちゃった。やっぱりな、おかしいと思ったんだよ。レナちゃんもそんなこと言う子じゃないだろうし。やっぱり言うじゃないか。恥ずかしい思いさせやがって。ミミ、こんなところに隠れていたのか。気づくだろ。マリーマリー、あんたの気持ちちょっと確かめさせてもらったんだよ。気持ちを確かめる。だって俺だって本当はあんたに勝ってほしいもん。あ、でもそうなんですか。もう小林の立場ねえな。こんなこと言われちゃって。いいね、ないわけじゃないからね。もう小林ズタフォロだわ。おそらくジュリさんにも振られてるだろうし。学園祭に来てねえし、ジュリさん。だから納得させてほしかったんだ。あ、そっか。じゃあ今のはある意味ちょっとレナちゃんからの告白イベントみたいなところでもあったわけですね。このチビがあんたに変われるのが一番いいってことをね。やっぱりダメだな、はあ、どうもあんたたちの間には入り込めそうもないってことが分かったよ。おお、これはもうほんと熱々。お邪魔虫は帰るとするか。猫だけど虫か。一緒に遊ぼうな、チビ。チビ呼ばわり、レナちゃん。でもミミちゃんもなんか流されやすいな。もう仲良くなっちゃって。またな、レナちゃん。なんかありがとう、ガサガサって帰っていきましたけど。ご主人様、あんな感じでも、あんな感じ、レナちゃんとってもいい猫なの。とってもいい猫。でもでも、もし私が人間になれたら。はい、なれたら
できなくなっちゃうのかな。あー、なんかそういうことになってくるの。ちょっとそれも難しい問題ですね。もう完全にだから発情期が来てるんだよね、ミミちゃんのね。この表情はもうねえ、出来上がっちゃってますもんね。すごいな。でもストレスめっちゃ溜まってるよ。56でどうした、疲れてんのか。グルーミングしてあげる。え、なんでこんなストレス溜まってんだ。ミミちゃん帰っちゃったからかな。ちょっと大丈夫か、大丈夫か。そうだな、疲れてるわけでもなさそうだし、買い物行くじゃん。何か肉まん、あ、大ジンジャーチップスはダメ。 CD 買ってあげるね。おお、よかった、ストレスゼロになった。はあ、じゃあおしゃべり。はい、もう猫常識より人常識の方が高いですからね、ミミちゃん完全にね。そんなところで今回はここまででございます。レナちゃん、いい猫さんだね。そしてもうすっかり恋人状態のミミちゃん、いやー、もういろいろたまらんにゃー。その物語の部分でね、深いところいろいろあるんですけども、ちょっとどうしても気になるのがトモカちゃん。トモカちゃんもう全く出てこなくなっちゃったんだけど、学校イベントでも。大丈夫なのかな。なんか爆弾をその未処理にしているような不安感がねちょっとあるんですけどもね。でミミちゃんのおトイレは。その話はいいっつんだよ。はい、今回はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。にゃ、 Cutie on your love、 にゃ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 。